はいどうも、りょうへいです。そしてはいどうも、やめとけでおなじみ、あわちゃんです。やめとけでおなじみになっちゃったか。お願いします。お願いします。はいね、そんなね、今やめとけやめとけって、はい、流行ってますよ。はい、でもですよ、はい、原点回帰してもらいましょう。はい、そうですね。モノマネを、はい、今日は久々にやりましょうか。はい、まあね、多分一番有名なのは山本由伸投手のモノマネだと思うんですけども、まあ他にもあるじゃないですか。ありますね。なのでそれを今日やってもらって、うん、で僕と今カメラマンやってるヒロトにちょっとね、この選手誰みたいな、はいはいはい、当てさせてもらおうかなと。いいですね。だいたい多分5人か6人ぐらい出てくるんですけど、いけそうですかね。いやー、似てれば似てれば、あーまあ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 多分わかるとは思いますよ、はいはいはい、普通にあのマイナーな選手ではないんで、うんうん、きっとわかるはずです。なるほど。じゃあちょっとやってもらいましょう。で、当たらなかったらどうするか。当たらなかったら、まあ、僕とヒロとか罰ゲーム、罰ゲームで、なんかありますかね。昼飯でもおごるか。おっと。いいですよ、いいですよ。僕がパーフェクトで伝えることができたら。いや、それは当たり前じゃないですか。あ、まあ、そうです。モノマネ得意だし。それで単純にこっちの知識不足ってことになるから。はい、でもなんか罰ゲームでどうするってものもないですし、場所もないんで。走るしかないですよね。おかしいでしょ。なんで大阪まで来てもね、絶対ポール缶なしです。PPP やもん。PPP。 まあなんで、まあちょっとなんかなんかね、嬉しいじゃないですかもしれないですけど、はい、なんかしらおごるかな。お願いします。じゃあ早速お願いします。お願いします。じゃあちょっと1人目お願いします。はい、1人目いきますね。いきますか。はい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 、もう一回いきますね。ちょっと自分の中今70点ぐらいやったんで。はいはい、わかりました。うん、足がね、特徴的。足とグローブの開き方が、うん、さあ、何でしょうか。もう行っちゃっていいの。はい、これは多分まあまあまあ、ソフトバンクの千賀選手。はい、正解です。はい、じゃあちょっと横からもリプレイで。横からも。そう、ここで一回こっち向くんですよね。はい、目線を取らせてるっていうか、こうですね、こうですね。やっぱモノマネのポイントそこですか。そうですね、ここ入って、あとくの字とか足のね、はい、グローブとかも結構こうこうこうなっていくんで、一回反りますよね。こんな感じでやってるか。はい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 、あと首を触れたら一番いいんですけど、しんどいっす、あれは。ムチ打ちなんだ。なるほど、っていう感じですね。はい、いや似てる、わかりやすい。いや、特徴ちゃんと捉えてます。うん、じゃあ2人目、はい、いきますか。いきますか。2人目は、おっと、カンニング中だぞ。あー、オッケーです、オッケーです。ではではでは、2人目。あ、もうわかった。いけそうっすか。ちょっと、一昔前だな。そうっすか。ちょっと、僕が一番こう思い出の中にある選手のそのフォームを出してます。はい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 。わかるわかるわかる。いきます。じゃあ僕いっちゃっていいですか。はい、田中投手。はい、そうです。マー君投手。マー君です。はい、これはあのメジャー行く前ぐらいの、そう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 、マー君を僕はあの学生時代とかよく見てたんで、こういう今あんまり違うかもしれないですけど、その当時の、うん、うん、似てる似てる、絶対似てる感じで真似してますね。どうですか、横から行くと、まあ、こんな。あー、わかるわかる。すごい、足上げたところとめっちゃ似てる。そうそう、ポイントがこうなんです。まずグローブを傾けてて、うん、で、ここも、うん、こうふわっと上げて後ろ蹴ってグローブこの辺なんですよ。うん、わかるわかる、てな感じですね。なるほど、はい、ありがとうございます。マー君でした。いや、いいですね、順調ですね。やっぱ3人目いきましょう。よし、いきます、いきます、3人目。ああ、いきますか。はい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 、いきますか。似てる。これもくの字タイプですね、足が。はい、いけそうですか。どうでしょう。いいですか、うん、オリックスの山岡投手。正解です。はい、バチバチバチ、ちょうどね、大阪だし、やっぱそうそう、本拠地ここですから。山岡選手はこんな感じなんですよね、まあ、手めっちゃ高く上げますよね。こうやってで、踏み出す前にこうやって一回ここで、うん、
で、そっからまためっちゃ上げて投げ下ろす。そんな感じですね。いやー、皆さんすごいですね、やっぱ。視聴者さんも分かってくれてるかな。さすがに。じゃあ、行ってますからよ、ね。4人目。ちょっと4人目一瞬だけカンニングしていいですか。あ、全然。昔の自分を。最近やってないから。久しぶりなんで。やめとくしかいけそうです。よし。じゃあ、4人目。行きましょう。出た。出た。右投げの投手。うん。あ、やばいな、これ。久しぶりやりすぎて、ポイントが。ポイントは、ちょっと。投げ下ろす？え、もうダメだ、俺メッセンジャーにしか見えなくなってきた。ダメだって。いやでも多分言われればあってなんだろうな。ちょっと待って、当てないとやばい。俺メッシ払うことになる。ちょっと一回、じゃあもう一回カンニングしていいですか。うん。去年大活躍しちゃうね。去年去年大活躍。はい、若い選手。伊藤博美じゃない。ちょっと待った、これは。いや、ちょっと待って、ヒントください。ヒントください。ヒント、セリーグ管轄外だった。いいか、右ピッチャー。そうですね、一回ちょっと最新のフォームを YouTube 一瞬確認します。これはでも当ててもらいたいんで。難しいですわ。いやでもなんとなく見たことありそうな気もするんだよ。いや、あると思いますよ、これは。ありそうな方だったよね。うん、特徴はめっちゃある。だけど名前が出てこない。難しいですね。でもやっぱ有名は有名ですもんね、モノマネする時。これさっき見たセットポジションこんな感じですよ。誰だ。清水投手じゃないよな、これ。答えいつ言います。いや、もういいや、飯は終わる。あ、あと広島の栗林選手。あー、どうですか。そうだ。え、セットの方がよく、あーって思う。そうか。あー、やばい。コヘイ TV に勝ちました。わかるわ。あーって言ってるんだから、やっぱり似てるんだろうなっていう。名前出てこないかもしれないね。いやもうそうだ、言われればそんな投げ方だわ。ちなみにちょっと、じゃあ横からいいですか。はい、栗林選手。じゃあセットの方で。あー、わかるわ。トヨタ自動車。普通に投げると。あー、そうだ。引かないですよ。こんな感じでした。なるほど。あー、乾杯だ、これは。じゃあ、ラスト。ラストですね。はい。あ、もうわかったわ。わかりました？わかりました。じゃあ、別のパターンでもう一回。あー、似てた。そうですね、まあ今2種類のパターンやったと思うんですけど、時代が違えど、はい、やばい、そこやばい。このショートアームじゃないから。もうお分かりですね、これは。はい、ではどうぞ。ダルビッシュ投手。はい、正解です。これはね、まあ試合でもやってくれたし、さっきの動画でも、はい、ちょこっと出ますね。大暴投してくれたし。ショートアームで、はい、やめた。大暴投。いやー、似てる。いや、いいですね。最初にやったのが日ハム時代にやったんです、うん、一応流れるようにやって、こうショートアームっぽくないような感じですか、うん、やばい、めっちゃ似てる。あとパドレス時代とか配信で言うと、ゆっくり上げてショートアームで、今二段気味っすよね、そういう点では。な感じです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。はい、ということで、はい、似てるわ、やっぱ。ありがとうございます。やっぱね、このまねに始まり、やめとけで。そうですね、どんどんフォロワーを増やすよね。はい、あわちゃんだからこそできることモノマネだったらなって。そうですね。じゃあちょっと僕も一個だけモノマネ。はい、元埼玉西武ライオンズ、はい、現コーチ尾関達也。ちょっとこれは大丈夫ですか。
見てるんすか、それは。わかんないと思う、誰も。わかんないっすよ。こんなんですか、本当に。本当にこう。ちょっとじゃあ、なんか、調べときますわ、それ。といったような感じで、この真似難しいのにこんだけできるんでね。で、はい、いろんな他にも打者の動画とかも、はい、TikTok の方とか、ショートとかも出てるので、はい、まあ皆さん、URL 貼っとくので、はい、チェックはやめといてください。はい、はい、やめときよ、ほんまに。やめといた方がいい。これは関西人の、ね、まあね、ノリということで、ちゃんとあるんで、見ててください。はい。はい、ということで、本日は、あわちゃんにモノマネを披露していただき、で、まあ僕ら当てられなかったんで、はい。ちょっと動画配慮なんですけど、ご飯おごろかなと、はい。思います。ありがとうございます。恥ずかしい、本当に。はい、ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。